はい、どうも、ヒアレスです。どうも、カイドレスです。はい、今日なんですけども、酒井と、ナイキのコラボの、ベーパーフライですね。はい、こちらの方のリーク情報が出てきているのが一つと、あと、まあ、トラビス・スコット関連の情報が少し出ているので、はい、そのあたりのお話と、はい、あと、昨日ですね、UT と、村上隆さんとビリアリッシュのコラボ、はい、これ、私、オンラインの方で挑戦したんですが。言ってた時間でしたね。その状況の話とかですね、はい、あとは今日は音楽の話があるんですね。ありますね。はい、はい、このチャンネルではスニーカーやファッションに関するリーク情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の方がお済みでない方はこの機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。高評価お願いします。はい、早速なんですけども、はい、酒井と、ね、まあ、結構前に話としては出てたんですけど、新色が出てきまして、なんですよね、はい、このホワイトを基調にしたこのセールという、ちょっと見てもらいたいんですけど、はい、モデルが出てきまして、はい、このベーパーフライに関しては3色あったんですけど、はいはい、その時に、ね、このカラー含まれてなかったんですけど、はい、実物の動画がね、今週ありました、あ、先週ですね、先週ありまして、はい、新たにこのカラーが追加されるんじゃないかっていう話が出てきまして、うんうんうん、はい、でそのリーク元が言うにはですね、一応4色展開って言ってるので、はい、前回ご紹介した3色プラスこのセールが足されるみたいですね。はいはい。まあ、なんか今回出てきたやつ、割かし爽やかな、はい。爽やかですよね。はい、他のカラーに関してはね、割とこの、まあ、ブラックであったりとか、はい、イエローであったりとか、ちょっとブラウンかかってる感じのカラーだったんですけど、それに対してね、すごくね、なんていうんですかね、爽やかなカラーなんです。そうですね、色で言うと私は黒か緑がやっぱりいいなと思ってたんですけど、ね、もともとね、僕はブラックが欲しいって言ってたんで、はい、このセールのカラーが追加されたみたいなんですけど、一応リークなんですけど、はい、まあブラックかなっていう感じですかね、はいはい、以前ね、こちらの方をご紹介した時に、はい、2020年の秋頃じゃないかっていう話してたんですけど、はい、新たに出てきたリークでですね、はい、7月で出てましたね。早なったんですか。早いですよね、はい、ラバーダンクあるじゃないですか。はい、オフホワイトの。あれも7月ってなってたんで。なるほど、なるほど。もしかしたら7月にね、このいわゆるナイキのコラボの商品がですね、はい、ブランドとの、一気に7月に発売されるかもしれないです、うんうん、はい。で、こちらの方がですね、ちょっと面白いリークがもう一つ出てきまして、はい、各色、4万6千足から5万足の展開じゃないかって言ってました、ね。各色なんですね。はい。で、生産の方が一応ベトナム製らしくて、はい、そのどうもベトナムの、その、なんていうんですか、作ってる工場から得た情報、かどうかわかんないんですけど、はい、一応4万6000足から5万足というふうに出てましたね。ああ、そうか。かける4じゃ結構多いですよね。20万結構多いですよね。はい、なんで。っていうリークが出てましたね。はい。はい、そうですね。こちらもね、僕らもちょっと欲しいなと思っているので、はい、そうですね。はい、続報が出てき次第、またこちらで扱いたいなと思いますので。はい、続きまして、はい、5月29日に発売されるトラビス・スコットの、はい、追加情報ですかね。リアクトですよね、はいはい。ちょっと見てもらいたいんですけど、このよく見てもらうと、反転したスーシュマークのついた、はい、トラビス・スコットとナイキリアクトのコラボ のリークが出てきてるんですけど、はい、これね、スーシュの部分よく見てもらうと、スプレーで吹きかけたものではなくて、はい、レザーをね、貼り付けてあるデザインになってるんですよ。はい、で、これなんかどうも、フレンザンのファミリーで、配られたモデルじゃないかって言われてるんですよね。あ、なるほど。関係者に買える用のモデルですね。一般で発売されるモデルはこの部分にスルッシュがないので。ああ、そうなんですか。なんですよ。はい。で、こういうのはちょっと出てきたっていう話なんですけど。もう一つだけ、ちょっと見てもらいたいんですけど、はい、マイケル・ジョーダンが、このトラビス・スコットのね、このコラボを履いてるんですけど、まあこれはね、まあ一応アイコラと言いますか、はい、一応インスタグラム上で、まあギャグで出回ってた分なんですけどね。はいはい、まあ、このマイケル・ジョーダンの若さから言うと、おそらく92年前後の写真を使われてるんだと思います。そうですね、はい、ジョーダンゴルフ好きだったんで、はいはいはい、まあ、その若い頃のジョーダンに無理やりこの、ね、リアクトを履かせてる、ね、写真が出回ってたのがちょっと面白いなと思って、はい、取り扱ったんですけど、はいはい、少しファッションの話になるんですけど、はい、この今回トラビス・スコットの29日に発売される、はい、スニーカー以外にですね、はい、アパレルがね3パターン出るじゃないですか。あ、そうですね、出ますね、はい、パーカータイプと T シャツと、はい、スウェットパンツが出るんですけど、はい、これってね、いっぱいポケットがついてるじゃないですか。ついてますね。で、なんかこれは、まあ一応そのミリタリーを基本にしてるんじゃないかっていう話なんですけど、はい、僕は僕のね、ちょっと考察なんですけど、考察、はい、はい。トラビス・スコットっていうのは、2000年前半と、アウシモンズの服をすごくよく着てるんですよ。はい、ああ、よく着てます、ね。はい、まあ、2003年のモデルで、はい、秋冬のモデルで、クローズ秋って言われてる、アウシモンズのコレクションがあるんですよ。はいはい、で、そのコレクションっていうのは、イギリスのバンドで、ジョイ・ディビジョンっていうバンドと、はい、まあ、現役でやってるニューオーダーっていうバンドの、まあ、ニューオーダーっていうのは、ジョイ・ディビジョンが、
まあボーカルがなくなって、はい、その後のメンバーで作られたのが、まあ、ニューオーダーなんですけど、はい、そのニューオーダーの、まあ、ジャケットアートワークが使われてる、まあ、服があったんですよ。トラビス・スコットが、はい、まあ、着てたりとかしていまして、はい、まあ、2000年ぐらいのラフ・シモンズのコレクションを彼は結構着てるんですよ、うんうん、で2003年の先ほど言いましたモデルは秋冬なんですけど SS のモデルで、はい、あのいっぱいね今回の発売されるアパレルのようなポケットが付いてるコレクションがラフ・シモンズであるんですよ、はいはい、それからちょっと着想を得たのかなと思ったんですけど、まあ、ちょっと見てもらいたいんですけど、はい、2003年のモデルで、うんうん、これはね、消費者機っていうあの消費者ってあの消費するってあるじゃないですか日本語で、はい、あれのあのコレクションで消費者機って言われたコレクションがあったんですけど、はい、その時に出てたラクシモンズのコレクションでこんな感じのね服があったんで、うん、今回のそのアパレルのねあのポケットいっぱい付いてるのはちょっとこの辺から着想を得たのかなっていうふうに思ったっていう、はい、まあ僕の考えなんですけど、はいはい、いう感じですかね、はい、あのこちらの方については、はい、あのスニーカーでも発売されるんですかね。そうですね、はい、まあ、あの当日は僕はあのスニーカーの方をまだ抽選で、ね、そうですね、はい、狙おうかなと思ってるんですけども、まあ、あの僕らの方が買えたかどうか気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、あの続きまして、はい、あのですね、昨日言ってましたね、はい、はい、あの村上隆さんと、ビリー・アイリッシュのコラボの、はい、UT なんですけども、ですね、PC の方で僕まず見てたんですよ、はい、そしたら、時間はやっぱり夜中の2時でしたか。あ、そうです、2時からやっぱりあのサイトの更新っていうのがあの2時から始まった。あ、そうなんですね、じゃあ言ってた通りだったんですね、はい、僕寝てましたね。あ、そうなんですか、はい、で2時1分ぐらいにパッと開いたんですよ、はい、そしたらもうこの状態、あ、商品ないよっていうような状態になってて、はい、あれってなったんですよ、はい、ところがなんかあのアプリの方ですね、スマホアプリの方から見てみると商品の個別のページまでたどり着けたんですよ。残ってたっていうことなんですか。あ、そうなんです、はい、ただカートには入らない状態で、あ、なるほど。でこれはどうしたらいいかなと思って、とりあえずあのお気に入りに入れるということをやって、ね、あの欲しい商品、はい、でそれを今度あの PC の方のあの自分のお気に入りのところから開いて、はい、個別のページに行ってカートに入れるっていくと行けたんですよ。あ、そうなんですか、はい、ただもうその時間帯になると、はい、ウィメンズの大きいサイズは売り切れだったんですね。売り切れになってて買えなかったんですよ、ね、なので、まあ、あのメンズは何度か買えたんで、買えたんですね、実はこれとこれ買ったんですが、メンズの T シャツと、はい、あとハットですね、はい、なんか2つ欲しいなと思ってたんで、はい、ハットにしちゃいました。ってことは一応あれですね、ノベルティがもらえるかもしれない。あ、そうそうそう、まあ、例えばこちらでも紹介したいなと思うんですけど、はい、これがねなんかユニクロにしては珍しく発送がめっちゃ早くて、はいはい、あの目標発送してるらしくて、はい、明日の朝には届くぞと。あ、そうなんですか、はい、いうことらしいですね。はいはいはい、はい、なので、まあ、あの届いたら明日あたりまたご紹介したいなと。そうですね、明日はですねベイン&ジェリーズ の、はい、あのオンラインチャレンジの結果もやるので。あ、そうですね、明日は、まあ、それプラスぐらいの話で、はい、そうですね、っていう感じですかね。はい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 、あのこちらに関してなんですけど、はい、今サイトの方でこの、ビリー・アイリッシュと村上隆さんのコラボ今買えない状態になっているんですけど、はい、ちょっと見てもらいたいんですけど、あの今後、オンラインの方で再度発売するらしいので、はい、ホームページの方でアナウンスするみたいなので、はい、今回ね、あの買えなかったっていう人もまだちょっとチャンスあると思うんで、そうですね、はい、もしこの辺もね、あの僕らがあの何ていうんですかね、詳細をつかめれば、はい、またコミュニティの方でまた、そうですね、はい、連絡したいなと思います。はい、はい、音楽情報なんですけども、はい、ありますね、はい、はい、ですね、あの以前ご紹介しました、はい、気になるアルバムがね何枚かあるって言ってたうちの、はい、カーリー・レイ・ジェプセンっていう、まあ、カナダのポップシンガーで、これね多分カーリーのことで、ね、知ってる方多いと思うんですよね。あの日本のね、はい、民放の CM とかでめちゃくちゃ使われてたんで、あと日本のね、あの民放のスッキリですかね、スッキリっていう番組とかにも確か出たことあると思うんですけど、はいはいはい、まあ、そんな彼女の去年出たアルバムでディケイディットっていうアルバムがあるんですけど、はい、そのアルバムの、いわゆるなんていうんですかね、そのアルバムに入らなかった、はい、曲、うん、まあ、B サイドっていうんですかね、それを含んだ、アルバムが出まして、はい、そのアルバムを聴いたんですけど、これがね、すごく良くて、あ、そうなんですね。彼女っていうのはカナダの、クイーン・オブ・ポップって言われてるぐらいのセンスがあるんですよ、めちゃくちゃ。はい、で、今回のこのアルバムを聴いて思ったのが、なんていうんですかね、その、夏の始まりを感じさせるというか、はいはい、初夏を感じる、まあ、なんていうんですかね、気持ちのいい、うん、ダンスポップアルバムやったんですよね。はい、なんでちょっと聞いてもらいたいなと思ったんですけどね、うん、はい、ちょっとお勧めしたいなっていうのは、まあ彼女の名前多分聞いたことある人いると思うので、うんうん、まあ、そんな彼女の新しいアルバムが良かったよっていうことでちょっと聞いてもらいたいなっていう感じですかね。はい、はい、明日26日9時半からですね、これちょっと時間がちょっとずれてるんです、はい、9時半からあのベイン&ジェリーと、はい、ナイキダンクローのコラボがありますよ、はい、ということなので、あの僕らの方もね、明日はチャレンジしますので、はい、しますね、まあ、あの結果の方がね、はい、気になる方はまたチャンネル登録のよろしくお願いいたします。高評価お願いします。
はい、それでは本日は以上になります。ヒアレスでした。カイドレスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. Uniform 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So.